今日のテーマで言うと、人生を積極的に動かすね。これ、あのー、人生を積極的に切り開くとかですね、扉を開けていくとかっていうね、なんかそういう言葉じゃちょっと足りないなと思ってですね、動かすっていう言い方をね、しました。動かしていって難望ですよね。今後どんどん動かしていくんですよね。自分で動かしていくんですよ。結構だからそう、足とか手にもいろんなものがまとンついてくるのを、どんどん前に進めていくということで言うと、 まあ、場合によってはいろんなところに摩擦が起きたり、圧力がね、あの、生じたりする場合もあるかもしれないですけど、そういうのに、いちいちこう止まってる場合じゃないんで、前にとにかく進んでいくっていうことですね。えー、っと、そういった意味で人生を積極的に動かす。で、自分が能動的に動かない限り、それは、あの、切り開いたことにならないし、それを単に偶然に任せたことになるしね。ね、ゴールは何だがいいんですかとかね、ゴールを教えてくださいとかって、まあ、校中のクライアントはそういう人はいないんですけど、<laughs> そういうふうに勘違いされてる方、どんなゴールがいいんでしょうかとかね、もし思ってる方がいたとしたら、えー、そうそう、だから積極的にあの動かすという意味で、そのエネルギーをこう強めてですね、えー、それをこう切り開いていくという感じ、扉を開けるとかっていうことでいうと、動かないですよね、扉を開けて、向こう側に行かなきゃいけないんで、<laughs> やっぱり動く、歩み出す。 自分で能動的に歩き出すね。行動する、アクションを起こす。ということで、積極的に人生を動かしていくてこと。と行きたい方向にってことですよ。もちろん自分でね。言われたから行くんじゃなくて、自分で決めて、その動かすタイミングも自分で決めていくっていうことですね。あの、これコーチング理論の中に書いてませんよね。えー、でも、業界に書いてあるんですね。ゴールは自分で決めるの。それはもちろん、あのそこはどっかに書いてあると思う。たくさんいろんなところに書かれていると思う。友達博士の書籍でもね。 我々 PX の,あの伝えるときも自分で考えてくださいって。それはもうちきちんと言いますけども、ワントゥでっていうことで。あとは、えー、っとルータイスルータイスモデルのコーチング理論だと、行動を起こせってことは実は言ってないですよね。これ、あの、ね、もう一回確認ですけども、ルータイスの,あの理論においては、行動は勝手に起きてきますよっていう、ね、表現の仕方ですね。 で、ここは、あの、きちんと考え、あの、抑えておかなきゃいければ。えっ、ー、と、ゴールを達成している状況ですね。例えば、ビジュアライゼーションだとか、アファメーションだとか、そういったゴール側の臨場感、ゴールを達成した時の自分のコンフォートゾーン、そのセルフイメージの臨場感を高めていくと、えー、現状が非常に居心地悪くなって、勝手に行動が起きてきますよっていうのは、あのルータイスモデル。でもちろん、それは行動を起こしてい,いかないとっていうことは、ルーのモデル、あの、 発言からたくさん出てるんですけれども、プリンシプルとしては、えー、勝手に行動が起きてきますよっていう言い方ですよね。でこれは、あの、えー、っと、しっかりとこう理解して学んでいくといいと思うんですけど、じゃあ、と式はどうかって言うと、もちろんそれはコアな分共有化してるんですけど、やっぱりゲバラ主義とすごく強調されてる部分でもあるんで、すごくというかどうかわかんないですけど、非常にゲバラ主義っていうのが私の中では非常に重要性の高い。 あの柱の一つかなと、要は理想的な、抽象の高い理想的なゴールと目標とゴールと、そして直接的あの行動、直接的実行という言い方もされていますけど、だからそれは両理を回さない限りゴールは達成していきませんよねっていう、だからしっかりと行動していきましょうという当たり前の話なんですけども、ここをこ立体的に捉えていくと、人生を積極的に動かすという言葉がですね なんかこう、もっとこう、理論とともに自分の中に取り込むことができるんじゃないかなと思うんですよね。でゴールがありきですけれども、うん、あの現状の外側に高い高いゴールで、えー、ウォントイであること、もちろん当たり前ですよね。そして、たくさんのゴール、いろんな領域のゴールを設定する。そして、これ忘れちゃならない、中小の高いゴール。より多くの人がハッピーになるようなゴールを、そこのゴール設定するってことね。自分だけの利益のゴールもいいんですけど、まあ、それは、 どんどんやればいいってことですよね。ということで、えー、まあ、抽象の高い、より多くの人がハッピーになりのゴールを本気になって追いかけていくと。そのために積極的に、やっぱ、能動的に。 タイミングも含めて自分が自分に対して強制もせずにそして動かしていくというのは非常にこうなんか自分との対話とかですねえ自分の中の,その熱量とかが今どんな状況になっているのか足りないんだったらどうやってこうね強くしていくのかっていうね強めよう強めようと思ってモチベーション高めようといってもならない動かないのでそれはモチベーションは結果であるということを皆さん学んできていると思うんですけどゴール,がゴールからそのエネルギーが出てくるゴールを本気になってイメージできるかどうか考えることができるかどうか。 自分がそれをやっていくんだというその主体性を持てるかどうかでもあると思うんですよね。いや、誰かやってくれるでしょうって言ったら誰も動かないですよね。自分がやるんだとで。誰かがやってそこに重なってきたら競争ではなく協力し合えばいいということですねで。これが積極的に、その能動的に、えー、と主体的に、えー、自分が積極的に、そしてそこで協力者が出てきたら一緒に協力してもらいながらそのゴールを、あの、に向かって動かしていくと。と